こんにちは。シュアーズサムサムアシスタントを務めている松井です。今日は、注意、あなたがヤフオクの転売で違法になり、逮捕されないための5つのポイントをお話ししたいと思います。シュアーズ佐野です。近頃、ヤフオクなどのオークションサイトで、逮捕されたというニュースが増えています。実際のニュース映像がこちらになりますので、ぜひご覧ください。でも、本来ヤフオクで転売すること自体は違法ではないです。ヤフオクの転売で逮捕された人は、法律などのルールを知らなかったか、守らなかっただけ。それらをきちんと守っていれば、正当な事業として成り立つし、もちろんしっかり稼ぐことが可能です。今回の記事では、ヤフオク転売において違法にならないためのルールをご紹介いたします。逮捕事例もある。有名アーティストのチケット転売は避けよう。有名アーティストのチケットの転売は、確かに簡単に儲かる方法ではあります。しかし、リスクが伴います。2016年9月に、ジャニーズグループの嵐のコンサートチケットを5枚購入し、転売したとして、25歳の女性が逮捕されました。こちらは、事件に関する詳細の動画となります。ぜひご覧ください。このように、チケットをヤフオクなどで転売し、逮捕されるケースが近年増えています。どうしてヤフオクなどで他人に転売すると違法になるのか。チケット転売と聞くと、ダフ屋が逮捕されるイメージがあると思います。ダフ屋というのはコンサート会場で直接チケットを転売する行為ですが、これは迷惑防止条例などで禁止されていて、見つかれば問答無用に逮捕されます。ただ、この女性の場合は、古物営業法違反で逮捕されました。古物は、中古品だし関係ないのでは?と思われるかもしれませんが、一度人の手に渡ると未使用でも古物として扱われます。警察や熱狂的なファンたちもチケット転売は目の敵にしています。ヤフオクの転売ではチケットは避けて逮捕されないようにしましょう。ブランド品の偽物の転売も避ける。逮捕事例あり。2017年5月に岐阜県の44歳の会社員と42歳の家事手伝いの夫婦が偽ブランド品をインターネットで転売したため逮捕されています。このようなニュースをあなたも一度は聞いたことがあるでしょう。もちろん正式販売された本物ならヤフオクなどで転売しても違法でないです。質屋でそのような商品を売って警察に捕まったという事例はありません。しかし、もしあなたが偽ブランドをヤフオク転売すれば違法になり、警察に捕まります。特に中国からブランド品の仕入れは要注意です。ブランド品が偽物だったという場合がよくあります。そのため、プロレベルの目利きができれば別ですが、そうでなければ中国のブランド物は取り扱わない。これはほぼ鉄則です。もしあなたが気がつかずにヤフオクで偽物を転売してしまった場合、最悪は逮捕されてしまいます。そういったものを販売すると、著作権法違反、商用利用権の侵害、詐欺罪などになるでしょう。特に初心者はブランド品を仕入れても、そのブランド品の真贋を見抜くことが難しいため、ブランド品転売はやめておきましょう。違法で作ったアカウントや ID の転売はするな。メルカリで逮捕事例あり。2017年6月6日にメルカリのアカウントを不正取得して
和歌山県の40歳の会社員と19歳の少年が逮捕されています。また、同じ日にも福岡県に住む33歳と35歳の男が逮捕されています。でも、なぜ彼らがアカウントを違法に取得する必要があったのかというと、転売目的の人が大量に取得する必要があるからです。ちなみに、どんな罪になるかというと、私電磁的記録不正搾取、強要罪。そこに需要があると目をつけ、アカウント販売をしていたのでしょう。ただメルカリは、個人が不用品を売り買いすることが前提。ヤフオクなどは転売を容認ですが、違法といった目線でメルカリは見ています。その対策の一つとして、一つのアカウントで大量出品を規制しています。実は、規制前は50品でも OK でしたが、今は10品くらいが限界のようです。なので、50品売るためには5つのアカウントが必要になるというわけです。ただ、サービス開始当初から利用規約でアカウントの複数作成や譲渡、売買を禁じてきました。基本的に、一人につき1アカウントしか認めていません。また、今後は悪質転売ユーザーの排除を徹底していくようで、取締りシステムや監視体制を強化するようです。具体的には、不正に作成したアカウントを検知、利用者への啓蒙活動に取り組むとしている。間違っても違法に取得した ID やアカウントの転売行為を行うのは逮捕につながる可能性が高く大変危険ですのでやめましょう。またアカウントの監視をしているといった話もあります。そのためアカウントを自身で使うこともリスクになる可能性があります。メルカリのアカウント転売以外にも嘘の出品をして逮捕された事件も発生しています。しかも、逮捕されたのは18歳の少年。ニュースにもなりました。メルカリ関連の逮捕事例はかなりあるので、あなたも被害者、加害者にならないよう、本当に気をつける必要があります。ヤフオクで転売を禁止している商品を把握していますか？ヤフオクでは、独自の利用規約により、取引を禁止している物品があります。 DVD や動画、書籍などの無修正のアダルトコンテンツ、議決権業師書面、不衛生なもの、レーザーポインター、警察、消防、公共交通機関、郵便、運送業者などの制服、使用済みアダルトグッズ、使用した下着やブルマやスクール水着の使用済み商品。もしこれらに抵触した商品は、落札後であっても出品や取引自体がヤフオク側で勝手に取り消しされます。またヤフオクで転売すると法律違反になる場合もあるので注意しましょう。またこのようなメールが届くのですぐにわかります。いつもヤフオクをご利用いただき誠にありがとうございます。お客様が出品されましたオークションは、利用規約やガイドラインに違反すると判断し、ヤフージャパンによって削除、または取り消しを行いました。で、こちらにですね、商品名、オークション ID が、記載されています。今一度、ヤフオクガイドラインをご確認いただき、改めて出品をご検討いただけますと幸いです。などとこういうね、メールが届きます。また、一般の人たちが通報する仕組みもあるため、もしそういった連絡があると、やはりこういったメールが届きます。あなたの出品しているオークション、何々は、
評価の高いお客様より以下の理由でヤフオクガイドラインに違反しているとの申告を受けました。そして、商品情報が載り、で、指摘された内容ですね。で、そういったものが記載されたメールが届きます。ヤフオクで転売をする以上は違法となる商品だけでなく、ヤフオクが禁止したルールに従う必要があります。ルールは目を通しておくこともしておくと良いでしょう。また、法律で NG のものをヤフオク転売をすれば、もちろん逮捕もあるので、法律も知っておくことをお勧めします。そもそも法律で転売が禁止されている商品もある。これらのものはヤフオク転売に限らず違法となり法律で禁止されています。古物商許可書が必要な中古品の転売、アーティストなどのチケット、偽ブランド品、レーザーポインター、銃などの武器、偽物のカード類、特に武器はヤフオクで転売する以外でも逮捕されるので、絶対に販売しちゃダメです。例えば、古物商許可は中古に限らず未使用であっても、一度人の手に渡ったものをヤフオク転売する時にないと違法となる場合があります。ただ、自分が不要になったものをヤフオクで転売する分には違法とはなりません。とは言っても、アーティストのチケットや偽ブランドのヤフオク転売については、お伝えした通り、逮捕される可能性が高いです。絶対に手を出さない方が良いです。また、海外から商品を仕入れしてヤフオク転売するときですが、日本では違法になる場合もあります。海外では OK だったとしても、日本の製品を安全に使うための法律に引っかかってしまうのです。ヤフオク転売で違反によっては逮捕されることがあります。初心者であるとか知らなかったでは許されるわけないです。自分自身の事業でお金を稼ぐためにはやはり責任を負う必要もあるので法律はある程度知っておきましょう。今日は以上となります。またさらに詳しい情報をシュアーズ佐野の公式 LINE アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録してくださいね。次回は、ヤフオクで違法になり逮捕される前に、古物商の資格は取得するべきか?のお話をしたいと思います。本日はご視聴してくださりありがとうございました。